ちょっと浮きました。まあ、あそこから攻められるんですよね、水谷選手にですね、はい、まあ、打たれないレシーブが必要ですよね。まず最初のポイント、水谷。サーブは2本ずつ交代して打っていきます。また浮いた。ご覧いただきましょう。ちょっと浮いたんですが、はい、レシーブは浮いたんですけども、その後うまく返して、もう一本水谷です。感動を攻められる。フォアに振った。チャンスボールです。下がっている平野、出てます。今度は平野のサービスです。またバックハンドのところを狙ってくる。取ると強いボールはあるんですけども、近いところはないですね。やはりバックハンドから。フォアに切り替える。ここは持ち味が出ると高額なラリーができますよね、このフォアハンドです。最終対4、同点。チキータできます。クロスに持っていきましたね。下からこすり上げるように打っていきます。ここから2本平野のサービスです。フォアでいきます。再び2ポイントリードです。まあ、今のはサービスからの3球目攻撃というんですけども、はい、入っています。バッとせんね。フォアの打ち合いになった。声が出る。コースを変えた。そしてポイント取りました。打ち合いに持ち込んで、最後はストレートにコースを変えてきました。かなりこう幅がある中でこういい形でポイントを取りました。しかし相手下回転を出してミスを誘いましたね。水谷が声が出ている。ここ2本のサーブからの展開です。2本目のサーブはどうだったんでしょうか。2本目のサービスです。フォアで切り替える。そしてポイント、トップがいいと思いますね。人を取っていきました。短い打ち合い、我慢した方がいいですか。そうですね、この部分です。先に水谷が仕掛ける。打ち合いになった。そこで、まあ、コースが非常にいいコース、ストレートですね。難しいところにうまく打ちましたね。かなり遠いところに打たれた。ポイントにはなりません。ゆっくりめの動きになってますね。フォア、ひらまた同じコースを狙う。今度はクロスに来た。サービスに変わります。2球目から打っていく。打ち合いになったが、その高い打球点で打ちました。フォアやった。そして理解が必要かというところになってきました。やはりサービスから非常に水谷選手のペースになるんですけど、そういった場面がないですね。ここから打っていく。入っています。逆に順番も含めて平野にはいい流れになってきました。またフォア。そしてポイント、平野が取っていまして、仕掛けていく水谷。フォアに切り替えた。そしてまたポイント。工夫しようにもそれがハマってきません。水谷選手が悪いというよりも平野選手のプレーが素晴らしいですね。そうですか。もう積極的なプレーをして、それがことごとくますとゲームの流れが変わりませんので、こうやって攻めていきます。攻めているのは水谷。しかし、ここに明らかにこれ水谷が先に仕掛けて打っていくんですが、素晴らしいです。平野選手、水谷選手がもういいところに打ったののサービスです。ネットに。フォアだ。そしてポイント、チキータでくる。そしてここそれがいいと思うんですけども、はい、ここですね。そう、横回転か。入っています。攻める水谷、よく返している。これも返った。ここはポイント水谷です。という守りの形が強いというイメージがありますが、
よく動きますね、はい、フットワークの良さという話がありましたがよく返してきました。できました、チキータでいく、ここは打つ、よく返します。まあ、平野も自分の強みを表にと、水谷にとっては大事なゲームですが追いかける形、またフォアだ、ま、ラリーに持っていった、フォアだ、打ち合いの形にはなりましたがここはポイントは水谷です。まあ、あのようなパターンの方がいいですね。あれ、3ポイント水谷がリード、またここです、ちょっと浮いた、あーっと、揺さぶる、フォアの打ち合い、ポイントですね、はい、さあ水谷のサービスです、早めのラリーのサービスですね、はい、そのあたりのサービスの多彩さは水谷に持っています。やったというふうに見ればいいんですか。まあ、今のは少しあネットインにかかります。大手がかかるという形になります。はい、いた、あ、まあ、フォアでレシーブをしてしまいますと平野選手少し苦しい展開になってしまいますね。まあちらのコースをこうあえてそれを警戒してしまったのかもしれませんね。なるほど、水谷が攻めている、いやーここその前のゲームではそこをうまく使ってきましたが、さあバックでのレシーブに切り替えた、ちょっと平野が受けている、あここです、ここまで揺さぶる、水谷下がる、いやーしかしという平野のこのポイント、フォア前に来た、先に仕掛けた、水今度もフォア前です、ラリーになった、なんとかフォアで打つ、しかしポイント水谷、2ゲーム先取されましたが3ゲーム目を取り返してこの4ゲーム目もゲームポイント、よく取った、これはまたフォアの前です、水谷が先に仕掛ける、フォアに切り替えた、そしてポイントです、こう声も出てきました、このフォアハンドからのフォアハンド攻撃は、さあそれを続けられるか、画面奥の平野、短く出した、水谷に声が出る、長いラリーだ、あーっとしかし上回ったのは水谷、違うような長いラリーでしたが制したのは水谷、少しこう横回転も入れてきた平野ですが取り切れませんでした。見応えのあるラリーがありました。またこのコースです、先に、はい、またバックサイドです、フォアの打ち合い、あっと打ち切るところですね、おクロスの打ち合いから、あ、まあ、平野選手としましては、はい、まあ、台に近いところのプレーはポイント平野が先行、バックで相手打ってきた、バックハンドの打ち合い、あ、やはりそこを使う、先に攻めた水谷、さあまた水谷がリード、このゲーム初めて、どうしても前に出してる、まあ、バックサイドに出してるサービスを気にしてしまうんですよね、はい、選手はなってきますね、はい、今度もそこ、あ、そうですが
そこからの展開は水谷が上回りました。まあ、ゲームの終盤は徹底基本です。また短いボールを3つ目のゲーム取れるかどうか。またここです。そして取りました。さあ手前平野のサービスからです。出ますよね。フォアの前の弱い打ち合い切り替える。あしかしポイント、何かあの平野がフォアで思い切って打つという場面があまり見られなくなってきました。ますし台に近いところで水谷選手プレーしましたね。フォアに行くチャンスボール、あっと逆のサイドに出してきた。あ少し長くなってしまいましたね、はい、もう少し短くしたかったんですか。そうですね、まあ、長い。しかも水谷のサービスです。フォアのサイド使う、バックでレシーブに行った。使えないと思いますね。そうですか、フォアサイド使うか、やはりフォアのサイド使う。あ決勝進出、ちょっと長いか。あ、まあ、徹底して、まあ、フォア前ですね。さあ2ポイント先行水谷、ちょっと浮いた、自分の側に来ます。バックでいく、なのですが水谷ポイント取りました。まあその前からサービス2本、あ並んだ。さあ2点ビハインドから並びました。いや平野よく追いつきましたね。フォアで返した、あしかしポイントは取りました。もう一本水谷のサービス、バックサイドに来た。さあデュース、ここからは2ポイントリードしなければ決着はつきません。おっとサーブ権は今度は水谷に移ります。さあ水谷が今度はどちらに出してくるかどうか、画面の右側に出してくるかどうか。そっちに出してきました。短い打ち合い、我慢の打ち合いからバックハンドでクロスに持っていきました。またフォアの側に出す、そして決めました。水谷準決勝進出、実に11年連続の決勝進出、史上最多9回目の優勝にあと1勝と迫りました。いやー